大竹のもっと言いたい放題だ田さてつさんですけれども、えー、今日は大事なテーマですよ衆院選であまり語られなかった論点先ほどもね、うん、少し話しましたけど、まあ、どうもこう終わった後のいろんな報道を見てると、うん、打ち出し方がどこがうまかったとか、うん、下手だったとかこういうふうにしたらよかったんじゃないかみたいなことっていうのも続いてますけどれまたちょっと検証というのとはちょっと違うんじゃないかなというふうにも感じるところもありまして今回とりわけ、まあ、そういう番組に出るっていうこともあったんで。 まあ政党の公約というのはやっぱりじっくりと読んでみるということをしてたんですが、はい、とりわけまあ自民党まあ今回まあ過半数割れしたとはいえ191議席ですから一番まあ議席数としては多いままですからまあその自民党の公約というのはやっぱり考える必要はあるんだろうなというふうには思いましてでそれ読んでるとまあこれってどういうことなのかなというふうに疑問に思う論点というのがやっぱいくつもあるんですね。そういううい議論ってあんまりななされなかったと思うんですが ま,あまずこの <laughs> デジタル化政策についてですね公約の中にすべての手続きのスマホで60秒完結を目指しますというふうに書いたんですね、はい、まあ誰一人取り残されないデジタル社会というのは,これはずっと言ってますけどこのすべての手続きの60秒スマホで完結というのは何なのかとでこれまあデジタル庁が発足するタイミングからずっと言い続けていることなんですね実はなのでま,あまだ完結できていないということなんでしょうけど で2020年の当時のデジタル担当大臣だったです、ねまあ、平井拓也さんという方が、はいえー、我々が目指しているのは官民が提供する各種の手続きやサービスがスマートフォンで60秒以内で完結する完了する世界というふうに言ってたんですね、うん、でその2020年のインタビューで何が必要かというふうに言ってたかというと、うん、マイナンバーカードを2023年3月末までにほぼ全国民が取得すると、うん、こういう目標がある。 そして2021年3月に健康保険証と一体化するということを言ってるんですがまあ今、2023年、2021年というふうに言いましたけども2024年なんでまあどちらも実現はできていないとまあそれなのに公約にあの平然とすべての手続きのスマホで60秒完結っていうのが公約だけ残り続けているっていうのはおかしいのではないかなというふうには思ったんですねまあ接触アプリの,あのココアとかですね まあそしてまあマイナンバーカードあるいはマイナ保険証のご利用しということを考えたときにこのまあ誰一人取り残されないデジタル社会というスローガンはずっと出ているんですがまあここに対してもっと熟議があってしかるべきではないかなというふうには思ったんですねであるいはですねあの北朝鮮の拉致問題について公約の中では拉致被害者の即時一括帰国を実現しますというふうに宣言されているんですね。うんはい これ残念なことで,でも,もう20年以上なかなか動いていないということなのでどうやってこの即時一括帰国っていうのを実現するんだろうかと疑問に思うわけなんですがこれどういうふうに書いてあるかというと国際社会と結束して圧力を最大限に高めあらゆる手段さまざまなルートを通じたさまざまな働きかけに全力を尽くすというふうに書いてあるんで特になんか具体的なプランがあるわけではないわけですよね。これまで通りなのにに即時一括帰国を実現とといいうふうふ書いてあると 拉致被害者家族の方たちの、ね、高齢化というのはもうずっと言われていることで、ね、残念ながら亡くなられる方とかも出てきていると、うん、まあずっと動かないのはなぜかというとひとまずこうやってスローガンだけ、まあ、走らせているからだということだと思うんですね、うん、で石破さんも、うん、あの選挙前にです、ね、拉致被害者家族の方たちと面会をして金正恩総書記との首脳会談実現に意欲というふうに示したというんですけど、はいうん <laughs> まあこれ安倍政権下からずっと国難国難というふうに言っていてまあ一歩も動いていないという状況なんでこれパフォーマンスに生まれても仕方がないぞというふうには思うわけですで,でも即時かつ帰国を実現というふうに公約には書くわけですよねでそれを見てみんな期待値を高めてとていう方もいらっしゃるとは思うんでこういうことっていうのはちゃんとこう検証されなくてはいけないだろうと。 こういう問題って水面下でいろいろね、りりするっていうはずだと思って、もう前から担当してた人なんかにね、聞いて、でも聞いてると、この水面下の動きも、なんかあんまり感じないんだよね。まあもし水面下で行われてるんだとしたら、この20年間、何も動かないのはどういうことなんだっいうことは、どうしても問われてしまいますよね。 で先ほどあの、大竹さんが、ね、その維新の会の人に、うんまあ、万博についてというふうに問いかけたというふうにおっしゃってましたけど当然、維新も、ね、推進しながら進めている大阪万博なんですが、うんまあ、政府が主導しているというところではこれもまた変わりはありませんので、うん、これ自民党がですねこの大阪万博について公約でどういうふうに書いているかというと、はい、え未来社会のショーケースとして活用すると、うん、でイノベーションの力で変革し続ける日本を発信する絶好の機会にすると。 でこれで万博を契機としてビジネスマッチングとか訪日観光客を全国に分散展開することによる地方創生等にも取り組むというふうに書いたんですね。はい、未来社会のショーケーケスというふうに書いてあるんですけど、うん、でも未来社会っていうのはまあショーケースとかもういらないよねっていうのが未来社会になってるんでちょっとスローガン的にちょっと笑ってしまうところもあるんですが、まあ、でもあの自民党もこうやって万博を盛り上げるというののまあ先頭に立ってるってことは。 改めてて考えななくくちゃいけ石破さんというと、うん、まあ地方創生大臣もやられてきた方で、はいうん、今回の公約を読むとですね「地方創生2.0」っていうふうに書いてあって、うん、1.0と2.0がどう違うのか、うん、まあ小池さんなんかは3.0なんていうのもやりましたけどこういう数字をアップデートしていくところにどういう意味があるのかっていうのは謎なんですが、うん、まあそこにはですね大都市への過度な集中を是正するっていうふうに書いてありまして。うん でまあ、ここで気になるのが、まあ、僕はまあリニア新幹線のことを気になりまして、うん、まあ先日自分が出演した番組はちょっと石破さんと時間つなぐのが短かったんで、はい、こちらから質問する僕が質問する時間はなかったんですが時間があれば質問したかったのは実はこのリニア新幹線についてで、はい、まあ石破さん鉄道好きなんですけど、うん、あの首相に就任する前の5月のです、ね、毎日新聞のインタビューで、うんうん、リニア新幹線についてはですね 東海道新幹線作ることには十分な合理性があったがもっと早い電車へのニーズはどこにあるんだろうかと、うん、リニアだと東京大阪67分といっても出発は品川からだし、うん、まあ駅はかなり奥深く、うん、あの地下深くにあると、はい、で駅での乗り換えを含めたら時間もっとかかるんじゃないかとそういうところまで検証されてますかと、うん、少なくとも私は納得したことがないというふうに答えているんですね。うんうんはい でこのリニア新幹線にはです、ね、あのスーパーメガリージョン構想というのがありまして、うん、これどういうものかというと東京と名古屋と大阪をとにかく短時間でみあの、うん、つなぐんで、うん、その3つが大きな大都市の大きな都市のようにつながるっていうことで、うん、経済がもっと活性化されますよっていう考え方なんですよね。うん、でこのスーパーメガリージョン構想についてですね石破さんはかつてそのこれ地方の発展につながるっていうふうに言われるけどその理屈分かんないですよと。 これ東京一極集中がこのメガリージョンに集中するだけじゃないかとそれよりも地方の鉄道をね高速化するとか利便性向上にもっと使えるんじゃないかっていうふうにおっしゃってたんですねそうすると今回のこの地方創生2.0っていうこの議論とですねリニア新幹線の議論っていうのはこれ相反するはずなんですけれどこの辺りをまあ石破さんはどういうふうに考えているのかなっていうのをね ちょっと聞いてみたかったんですが、まあ、あまりこのリニア新幹線とかです、ね、地方創生のリアリティみたいなところはあまり語られなかったと。なのでまあこういうように、まあ、そうは言ってもです、ね、この自民党が一番多くの議席を獲得しているっていう事実はあるので今本当にどこがつくのかとかどこに勢いがあるのかっていう話ばっかりになってますけどやっぱりその公約とかです、ね、この言動っていうのを注視していかないと。 まあ先ほど来から話しているようにこうパートナーがうまく見つかった時にはですねまた同じようにやりたい放題とであまり表に出さずに国民の議論をこう大して深めることなくですね進めてしまうという可能性がありますのでまあそういう方向性の議論というのもやっぱりいま一度やっていくべきじゃないかなというふうには現状を持ってますけどね。 そうなってくると今まで以上にメディアはちゃんとその役割は果たしていかないと何でやってるかわかんないってことになっちゃいますね、うん、だから裏金議員何勝何敗とか言ってるんじゃなくて何勝ってその勝ってあり得るのかっていうところにね戻って議論するとかそういうことがやっぱり求められると思いますけどね、うんはいはい、じゃあ大田家のもっと言いたい放題さてさんでした、えー、こ明日水曜日は伊藤あ子さ,さんのご登場です、うん、さてつさんこの後2時までご一緒します、はい